今日の県内は各地で青空が広がり、強い日差しが照りつけています。午前11時半までの最高気温は丸森で 31.7 度、大崎市鹿島内で 30.7 度など、すでに30度以上の真夏日となっているところもあります。午後にかけても高気圧に覆われて、すっきりと晴れるところが多い見込みです。厳しい残暑が続くため、熱中症に注意が必要です。